どうも大島ちゃんです。今日は福井県大野市の新しくできました道の駅越前大野荒島の里に来ました。ゴールデンウィークということで結構な車が来てますよね。まあ駐車場も車でいっぱいで止める場所がないぐらいですよね。まあこれだけお客さんが来るのも理由がありまして、福井県初出店となる、まあ、モンベルが出店したということで、まあこんだけのお客さんが来てるんだと思うんですけど、モンベルといえばアウトドア用品とか登山用品の、まあ、販売店ですよね。まあ、今キャンプブームとかで結構こういう店はお客さんも多いんで、結構この県外から来る人も多いと思いますよね。今からまあ店内入るんですけど、結構この道の駅にしては結構この敷地面積も広くて、まあ地元ならではのこの新鮮野菜や、まああとお土産ですかね、こういうのが結構商品が置いてありますよね。うん、僕もちょっと山菜のウドですか、これをちょっと買いましたけど、まあこれだけ商品が置いてあるといろんなものをついつい買ってしまいますよね。さあ、そしてこのフードコートですかね、フードコートも結構この地元の大野の食材を生かした店がありますよね。まあここで蕎麦を食べましたけど美味しかったですね。お客さんも多いために入場制限ですかね、入場制限とか時間制限もしてましたね。なんか60分って書いてありましたけど、まあこれだけこの場所にこれだけの人が集まるのもすごいですね。さあ、それから今からちょっとモンベルにちょっと入ってみようかなと思います。まあモンベルは僕は
2回ほど行ったことあるんですけど、まあ北陸でしたら三井アウトレットパークの小矢部ですかね、それとあと滋賀の方の竜王、そっちの方で2回ほど行きましたよね。まあこうやって商品ちょっと見て回ったんですけど、やっぱモンベルの商品は値段も結構高いですね。高いというかやっぱ商品がいいんで当然それぐらいの値段はしますよね。高いな。まあこの店も結構広いですね。まあ広さ的には何でしょう、300坪以上あるんでしょうかね。まあほんで商品もまあ結構置いてありますよね。もうまさかこんな福井県の大野市にまあモンベルができるというのはちょっと夢のようですね。32万、30、40万、折り立てにしてじゃねえよ、これ普通のマンあれやろ、電動アシストや、電気モーターついてるんやこれ。まあ、今回はちょっと何も買わなかったんですけど、今度来た時はちょっといろいろいろんな服とかそういったものを買いたいなと思ってますよね。それとこの店の横なんですけど、ここにもベルサイドカフェが、まあモンベルのプロデュースしたカフェですね、これがなんか併設してますよね。まあ屋外ではクライミングとかカヌーの体験もできるらしいんですけど、これも一回挑戦してみたいですね。まあ県内最大級の道の駅ということで、まあ実際来てみて広いことが分かりましたね。